鳴ってる。シャカシャカって何？怖いんだけど。やばい。私のぬいぐるみたちが見て。新しく手に入れた可愛くない？シナモンがなくてもうしょうがないので。 まあどっちも私のお家に連れて帰ってきてあげましたあとはいつものシナモンと私の寝相によって落とされていたウサギシナモンと今ここにつけられてるクロミシャンです 可愛いですあーだった <laughs> すごいなんかさ今さ昔のまあ皆さん知ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど昔の携帯でいつも配信してたらしてたんですけど私今使ってる電波はめっちゃ悪くて変えたらなんかめっちゃ画質良くてしかもまだ過去一回もこの。 携帯でやったことないから全部何にも加工ついてないやつでやっちゃったやばいじゃんほら待ってもう私の肌のらがすべて見えているもんつけなきゃうんうん 待ってくっきりトーントーン上げたいトーンを上げたらどうなのうわあすごい白い <laughs> すごいこんな感じどうよみんな調子どうですか 待ってこれも止まるよね今これも止まってるよねなんかラグがある気がするもう本当ワ w i ァ f i ちょっとっどう今 w i フ f i はもう諦めてあのー、あれしました切って普通のやつでやってる どうかな。どうですか。見えてるかな。なんかグダグダなんですけど今日の配信。もう今日は頑張るぞって思ったのにグダグダなんですけど。 久しぶりの配信ですかな意外とそんなことないか e x ザ l t が公開されてから1回やったので2回目なので割とそんなにたってないかこの前やったよねそうだよねこの前やって全然話せなくて今日は 次の配信でまた話しますみたいなことを言った気がするんだけどだけどなんか別に話すこと特にないなって思って <laughs> どうする <laughs> あやばいどうするなんか特になんかないかもって思ってきちゃったなんか何が聞きたいですか なんかあれば質問じゃあ質問があったら教えてくださいもう何でもいい何の質問でも OK 今日は全ていや全てはウソですがお話しできるものだったら何でも答えたいと思います今日食べた今日食べたものは朝に朝というかまあ朝兼昼にあのー、焼きそばを食べてで ンンカロンを3つ食べちゃいました今日はなんかねお出かけっていうか美容院にまあ言ってわかる通り行ったんですけど今日なんですけどあのすごいなんか行く途中に可愛いなんかマカロン屋さんがあってなんか一人だったんですけど普通にそのお店で3つも買って無心でなんか買っててでなんか気づいたら3つなくなってました食べたってことですはい レコーディングはどうだったレコーディングはうーんエグザルトのってことなんかあんまり知らなかったんだけどこの後と私のなんかいい感じじゃないですかっていう <laughs> この後と私の組み合わせはの歌声いい感じだなーって個人的には思いましたなんか割と似てる 好きな振り付けは2番「にサビ」サビの「勝ち取りたい」のところを私歌ってるんですけどあの舞と私とレノの3人で歌っててここ「勝ち取りたい」ってやった時に真ん中にこうなってて真ん中にいるんですけどあのー。 歌った後にあいみんがねここに行ってねこう手を引っ張ってこう入れ替わるっていう振り付けがあるんですよあんまわかんないと思うんだけどあの MV だとあかるかななんかねあいみんがこう手を伸ばして私がこう手をこうピッって引っ張って入れ替わるっていうところがすごいお気に入りですあとは D メロの「人を 傷つけて見えた世界のところがこうレナが真ん中で歌っててこう掴んでるところがあるんだけどここは愛ちゃんと一緒にやってるので愛ちゃーんって思いながらやってます割と今回3人とかで歌ってるところが多いので私が歌ってるのに違う子になってるってところが多かった皆さんのなんか考察みたいなやつで <laughs>。 難しいよねでも3人とかだとね「ヒエラルキーで生きる」も歌ってますちなみに私美月とえー、美月と舞と3人でそこも歌ってますあとは「涙は」ところは美月と舞とモカです 三人です。こんばんは。最初に MV 見た感想とかありますか。最初に MV 見た時は、わあすごいってなりました。なんかでも今回はもうダンスがメインみたいな感じのところが割とあって、あのー。 ダンスをいろんなところ、角度から撮ったりとかあとはなんかあの、撮ってくださる方があの、スケボーに乗って機械でこう、そのスケ…ん違うな違う、何の話だスケボーか、ローラーシューズどっちだったかな、わかんないけど、なんか すごいねすごい撮り方をしてくださってだから本当に一番ねすごいのはね撮ってくださってるカメラマンの方ですね。ローラーーラシュ何だったっけなんかんだったトなんだっけな,な,ん,っけなんかわかんないんだけどこうずっと私たちがこう踊ってる周りをずっと走ってくれて。 撮ってるっててるいうやつなんですよだからメイキングがどんな感じになるかわからないんですけどだからメイキング今回あったんだろうけどね全然なんかメイキングのカメラに「あー」とかやった覚えないななんか大丈夫かわかんない <laughs> なんかやったかな,なんかいつも結構メイキングに「こうなんとかで今回高校で」みたいな喋って喋るんだけどさだから真剣に踊ってたらすみません。 ちなみになんですけど明日お話し会じゃないですか明日のお話し会で夕方っていうのはどうですかねみんないつ振り返してくれるかなでもなんかどうしたらいいか分かんなくてどうしたらいいかなーっ,てって思ってるんだよねなんか振り返のお知らせが出たと思うんですけど出たよね出たと思うんですけどなんか すごいね。いつでも OK みたいな感じだから。からあ振り返り9月24日以降じゃないと使えないんだ。じゃあやめるじゃあやめとくみんないつに振り返してくれるなんかさ、1回、1回じゃないからさ、じゃあ明日はやめるね。明日は振り返りできないみたいだから。でも、いつがみんな振り返してくれるんだろうって思って。さ みんな同じ日なわけないからさうんどうしよう銭ってあるからいつでもさすがや好きですでもまあでも振り返りが始まってからにするねじゃあ振り返りできる日にするね 9月24日以降ってことかじゃあ9月24日以降かどうしようかなうんでも9月24日以降にさ浴衣着るのさちょっとおもろいよね <laughs> もう夏終わってるよね結構どうしようなんかいいんだけどさ全然どう思うどう思うかな なんかそう浴衣着てショールームもしたくて毎年やってる毎年っていうか去年もやったと思うんですけど明日やるってなったらなんか今浴衣の期間らしくてね浴衣キャンペーンみたいなやつやってるらしくてまあ夜ならその期間がいいかなと思ってるんだけどあえてのハロウィンあえてのハロウィン <laughs> ハロウィンはね ああれやりたいんんだだよねなんだっけあの札貼ってるやつ「モうが浴衣着る日に合わせます」やったー嬉しいそうなんか浴衣キャンペーンっていうかさ今なんかこの配信の画面もさ花火大会みたいなここに出てるじゃんなんかね9月24あ違う違う8月24昨日からあのー、始まってるらしいそのキャンペーンが。 だからそのいつかに浴衣着たくってだからそうどうしたらいいですかどうしようもう本当にごめんなさい私が休んじゃったからこうなっちゃうねあー難しいよそうギフトもお祭りしようらしいよみんな。 知らなかった全然ちょっと私シェアしてないよねしかもあーもう全部がダメじゃないかもう全然ダメダメですよポストポストしたあとはですねあのですね今日からリミスタさんのサイン会の受付が 一時受付が始まったんですよさっきできれば振り返り期間で浴衣お願いしたい分かったじゃあそれはそうするねでもいつがいいかなそのそれだと9月24でもいいみんなどう思う ?9 月24が一番近いので9月24に浴衣どうですかどうかな もう私話が二点三点してるからささっきさ話してたの今リミスタの話してたのにさ浴衣の話になっちゃったり本当にごめんなさいどうみんな9月24に振り返私が浴衣着るって言ったらそこの日に振り返できそうですかどうかなじゃあ9月24にするねでまたじゃあ話を戻して今リミスタさんの <laughs> あの一時受付が28日までなんですけどあの一時受付は抽選みたいなのであの28日までに「えい!」って投げてくれれば大丈夫だと思います。 まだね私アナザージャケットみたいななんか何にさあのー、あ違う違うそろえ柄らアナあ違うソロえ柄アザージャケットにあのサインするさせてもらうみたいなんですけどどんなやつかまだわかんなくてでもきっとかっこいい感じのかななんか。 んどうなんだろうなんか私いつもさリミストあらこれ使うんですか?」っていうのにななるんだよねだから <laughs> わかんないんですけどきっとねいいと思いますよまた告知するねリツイートはしたんだけどさねっナスシングル インターネットサイン会が決定しましたもしかしてママ見てますか見ないでもらっていいですか <laughs> すごい星投げてる音が聞こえるんだけどあっちの部屋から いや私が星投げてる音が聞こえるって言ったら星の投げてる音がなくなりました <laughs> ちょっともう違う人のところに行ってジュリーのところに行って分かった髪型すごいハート えあんま分かりにくいんだけどハートにしてもらったのをスクショしていいよレアですよレアレア自分じゃできないからねこれは全然ギフトも読めてないじゃん私 カホありがとう。りょうきありがとう。ふうありがとう。りょうきいっぱいハートありがとう。たかえだ結婚していいよ。ゆう結婚していいよ。ダイヤありがとう。あきちゃんかわいいありがとう。嬉しい。まことありがとう。はるちゃんありがとう。嵐お疲れありがとう。はかんありがとう。こうた結婚して いハリサ財布ありがとういよっちありがとういっぱいえこのさみんなが投げてくれてるさこのなんかこれって何なのかなこれって何なんですかいよっち結婚していいよはるかありがとうゆいちゃんありがとうゆうありがとうジェミニーさんありがとうゆいちゃんアイラブユーくろみありがとう わらび結婚していいよ。新星さん結婚していいよ。けけありがとう。コウスケ、結婚していいよ。はるちゃん、え、かわいい、あの、金魚。金魚かわいい。金魚金魚か金魚か合ってるピザーマン、結婚していいよ。アむム、結婚していいよ。リホ、ありがとう。スーちゃん、ありがとう。いっぱい。 星会いないありがとう指導ありがとうお母さんの前で結婚チャンスやばいでも多分もう違うルームに行ってるともう永遠に星投げの音が聞こえるからそんなに星を持っていないと予想ママは二十三23時。 花火、今年1回も見てないですわ私あっ1個のイジで見たけどこうなんか花火大会とか行ってないうーん私私本当にね今年やりたいことだねいっぱいあったのに1個もできてない気がする みんなもそうなななのかなみんなも花火見てないですかミュージアムに展示してたもんえ知ってるあのツイッター見たありがとねー等身大パネルちゃんと置いてねっていうかい布団に入れてください一緒に <laughs> そんなことって可能ですか <laughs> <laughs> あのー、等身大パネルって多分こう等身大でこうパネルがあってさここにちょっと白いさ余白があるじゃないですか多分なんですけどあれ含めて私の身長なはずだから白枠で私の身長なのかなわかんないなんかわかんないけど多分あれ全部で私なんだと思いますのであのー、ちょっと測ってみてください。あでも 何,何センチだったら正解なのかが分かんないわでも162はあると思うあの <laughs> あのですねあのパネルにサイン書いた時にこうやっぱサイン書く時ってこうだから横に一緒に寝てみたそしたらねちょうどサイズ一緒くらいだった。 どれだかな写真あるんだよね隣で寝てたんだよねいつだったっけなサイン書いたの覚えてないの本当に等身大なのか気になっちゃって寝てみたの隣に 前が同じポーズしてるさ写真出てきたんだけど本当におもろい <laughs> おもろいな写真送ってねー「趣 <laughs> 味家行けば一緒に布団入れるってこと? <laughs>」 ゼミニーさんが許せばですけどねそれはもうそれは引き当てた人のあの引き当てた人は強いですからね「ももかちゃん本当に可愛いですよ」っていうコメントありがとうございます初見さんなんかコナーみたいなしゃべり方「かわいいですよももかちゃん本んに可愛いですよ」っていつも言ってくれますねこの この前対バンで見て可愛いなと思ってきました嬉しいいつの対バンですかいつの対バンだろうすごい嬉しいですティフかななんだろう嬉しいやった皆さんアットジャムはもうすぐですよあと二日横浜アリーナに立たせてもらうんですすごく嬉しい楽しみ なんか普通の対バだったらさこう一つのステージが1個って感じだけどさこうこっちまで行けるので多分みんなの近くに行けると思います嬉しいねほんといっぱいイベントあって夏ほんとにいろいろあって楽しかったですもうそろそろ終わっちゃうよー「春樹結婚してアリスアバターだからダメー」 君、アイラブユーありがとう。ラブ。はるちゃんありがとう。こうすけありがとう。燃えぞえなんかすごいの来た。何これ何これなんかここにファンってクマが上がった。何これ会えないありがとう。何これすごい <laughs>。何これすごいね。 クマはこ,こにファーンってなったんだけどじゃあクマやっとくねやったーありがとうすごいねこんなあこれはタワーなんだありがとうお話し会もこの前お話できて嬉しかったお誕生日おめでとうね なんか画質いいからさ、こうやってやってるとさ、こうなんか目の中の向こう側が見えてすごい嫌です。見ないでください、皆さん <laughs>。や嫌だ、すごい、本当画質いいです。やばいやばいやばい、これやばいよ。どこまでギフトんだっけな。はるちゃん。 もえぞありがとうひまじんありがとうハリサイフありがとうキングありがとうむぎちはありがとうはるか結婚していいやいいよいやいやいやエルフありがとうもえぞくまありがとうひまじんありがとうななありがとうゆうありがとういっぱいりょありがとうもむしょうがありがとう両ょいっぱいありがとう たまやたまや前髪切ったこれは切ってもらいました前髪をお誕生日を投げるはずとタワー投げましたありがとう何歳だっけ何歳だったっけ さっきのはっしょくましゅっしょくましたけたま花火びつつ何読めない <laughs> 277できないじゃ二20の2と7これをスクショしてくださいありがとうね 水髪の方が好きです前髪私もです私はもうパッツンしか勝たんっていう人なので大丈夫私はパッツンでいますよずっと私は美容院で、ね、切っていただくためにずっと伸ばしただけなのであのー、私は長いよりも好きです短い方が本当はねあのねまあちょっと短いじゃん今あのー パシフィコに持たせたせくてどうしてもどうしても美容室で来ていただいた前髪のままやりたくてなんでちょっと短く来てもらったんですけど多分パシヒコにはこのくらいになって切ることになっちゃうんですよ自分でへえ行かないじゃいフェスでももかちゃんの可愛さに改めて惚れました嬉しいありがとうございます初見ゆかちゃんありがとうなんだこの手は <laughs> <laughs> にゃん <laughs> にゃんの絵文字つけてくれたからにゃんしました今日も可愛いですねありがとうございます <laughs> メイクさんにお願いすればそうでもメイクさんもね忙しいからね自分でいつも切っちゃうんだよね自分で切るのって慣れるまで難しいもう何年切っても慣れませんよ 最近ツインテールをそうねツインテール好きあのー、アットジャムもツインテールしたいけどでも結構最近や,やりすぎてるけど結構大きめの対盤はツインテールが良くてガルガルでサイドポニーする予定だったんですけどちょっと出れなくなっちゃったのでまたいつかサイドポニーしたいですね 軽率に押してもいい軽卒ダメですけど私を一回押したらもうずっとですけど大丈夫ですかでもハーフツインもやりたくてどうかなみんな何が見たいのかも変わんないでしょうねそういえばいいイグザルトは何でツインテールしてくれたのしてくれたのってもうそんなしますよ なんかツインテールが好きでずっと髪の毛で指原さんにずっと「ツインテールどうですかね?」って「私ツインテールやりたいんですけど」っていう LINE をあの連絡をさせてもらってたんですけどあのー、君夢の時からかなぐらいから言ってる言って言たんですけどここだっていう時を見つけてくださいましたね。 やっぱりかっこいい系でツインテールってあんまなんかさこうかっこいい系なのにツインテールっていうこのギャップをここだっていう時に曲可出してくださってすごい嬉しかったですさすがですねやっぱりう <laughs> しかったツインテールできて。 <laughs> なんかさニアジョイってあんまツインテール「ああもう私ツインテールだよ!」って子いないじゃないですかだからそうなんかいいかなってかなんか結構さニアジョイってさなんかかっこいい系の子の方が多いのかな綺麗系な顔の子の方が多いから 私もどっちかっていうとなんかそんなめっちゃブリブリ系の顔ですねってわけじゃないと思うんだけどでも可愛い系統が好きなので私はツインテールで覚えてもらえたらいいなって思ってツインテールどうですかって言ってみましたっていう話ですだからこう大きい胎盤とかであのツインテールでこうやっぱいっぱいお客さんが来てくださる胎盤とかにやって ライブ配信とかある台湾とかだとさやっぱりツインテールの子ってわかりやすいじゃないですか結構ね台盤とかでツインテールして配信とかでなんかツインテールだとわかりやすいっていうのをすごい言っていただくことが多かったからいいなぁって思ったのどう思う そうなんかね何だっ,たっけなメタバースフェスの時に高めツインしたんですよそしたらめっちゃ分かりやすいねっていうめっちゃ「もんかどこにいるのかすぐ分かった」っていう風に言っていただいたり自分で後から定点見ても「あ私ここにいるわ」っていうのが分かるので良きだなって思いました。 だからお話し会とかあのー、まあそんなに、まあ、そんな規模が小さいとかそういうのはあんまりあれなんですけど <laughs> あのー、ライブ配信とかがあるやつだったらあじゃじゃないやつだったらいろんなやつやりたいなーと思っておりますね。定着したら。 いろろんななややつやろうかなてか最近なんかさめっちゃ YouTube とかに YouTube とかなんか TikTok とかにもいろんななんかあのライブの <laughs> ライブのやつさ載ってるじゃんねえなんかダメだよーみんな見ちゃダメでしょ無断天才買いましょうねチケット なんかフルで載せてるやつとかあるとああってな気持ちがダメダメあの「イコノイジョイ」チャンネルとか「ニアリコイジョイ」公式チャンネルが載せてるやつはもう何回でも1億回見てくださいお願いします本当に1億回見ましょう皆さん に思い返してる楽して楽かったよ本当に私も縁日の動画はたくさん見ました私「イコノイジョイチャンネル」がちぢなのであのちゃんと通知もとってもう一番に見てますのでいつも <laughs> だから「このノイ,イチャンネルは」はあの早く見たらあ今ももかも見てんだなって思ってください一緒 <laughs> だなって思ってください 公式でそうだから多分ね「イクなイジョイ2023」もねあのー、円盤化するのかな分かんないけどしたらみんな買ってねみんな見ようね一緒に私はラーメン部ですよ明日の話し会の髪型決まってるの決まってない明日何 しよう何着よう何着ようかななんか髪型みたいのありますか最近やってないなんか高めハーフアップをこの前のお話し会でやってちょっとラーメン部の最近の活動最近は 活動しましたからまあ待っててくださいよ皆さん巻き下ろし巻き下ろしみたいのすごいなんか二連続巻き下ろし伝番がいらっしゃるんですけど最近ねレッスンでめっちゃ巻き下ろしやってる巻くの私 得意なんですよね。<laughs> 得意っていうか、なんか。ストレートにするよりも、こう起きてさ、ちょっとまあ、ねぐついてるじゃないですか、まあ。ちょっと、でぐすついてて、ストレートにするよりも。そのまま巻いちゃった方が楽なんでしょよ、本当に。最高です。あ、じゃ、作詞コンクールのし、ひ表彰式、金ん、え。作詞コンクール。なにそれ、えらい。すごいね、頑張ってるね。 頑張ってできるはるはるちゃんならできるよ <laughs> 頑張ってウェーブがいいのウェーブでもさウェーブミックスでも可愛くない何のアイロン使ってるえっとですね巻きのウェーブのん違う違うカールのアイロンはクレイツじゃない どこに書いてるこれですクレイツかなの2 6ミリなんですけど最近3 2ミリが欲しくて次買うでも薪き本当にこれめっちゃやりやすいからこれおすすめだよ今はでもリファのアイロンが欲しいなーって思ってますレッスンあ違う違うレッスンじゃないなんか使わせてもらった時にすごい リファ使いやすくてだからリファのストレートアイロンが欲しい今はね絹城使ってるんだけど絹城もめっちゃいいんだけどリファめっちゃ軽くて使いやすかったです手伸ばせばいつもなんそうなのなんかここがね部屋の中心って感じでねもうね私がねこう腕を頑張って伸ばせば取れるんですよ そうリファ欲しいよねめっちゃリファ欲しいんだけど高いから迷ってるそんなにバンバン手を出せません今のアイロンも別にそんな壊れたわけじゃないからそこまで使えるなと思ってリファストレートめっちゃいいよねわかる桃ももかちゃん髪綺麗ありがとうございますちょっとねー 切ったよあの切ったって言っても別にそんなめっちゃ切ったわけじゃないんだけど巻、まあ、いてるからわかんないけど毛先をちょっと切ってもらいましたリファのことはあんまり使いやすくないからヘアビューロン買おうとしてるいつかあのリファじゃなくてカールのあのー、カールのえっ、ー、とーなんだ何落としたんだっけ絹女のカールが欲しくてどう リファ親に買ったなえ素敵私にも買って <laughs> 染めてないよ今回黒くしようか迷ったんだけどなんかそんな黒くするほどの色落ち具合でもないかなと思って使いやすいの使いやすいか分かんないけどめっちゃ可愛い <laughs> 可愛いっていうかなんかなんか見た目がいい良さそう <laughs> 見た目で良さそう でもやっぱカールアイロンはこれが一番向きやすい気がするこれしか使ったことないからわからないももちゃんってブルベどうなんだろうどうですかでも私青みリップ好きで最近はこれもバッグ塗ってるんですけどこれはクラランスでこっちはキープインタッチ グロスなんですけどどっちもなんか結構青み系でブルベ色なのかなと思ってますチークはこれももしょうありがとう ありがとう。す介あれこれ読んだ読んだかも。あんり結婚して。ダメー。はるちゃんありがとう。りほありがとう。やえありがとう。ありちゃん先輩結婚して。ダメー。かん結婚して。うん。前のファンマークつけてるんだ。へえ。うん。りゅうありがとう。 マコト、タモヤ、ありがとう。暇人ありがとう。リョウありがとう。やーちゃん、結婚していいよ。チーク、お揃いそう、なんか、これ、コマーが使ってて、可愛いなと思って、お揃いしちゃった。私、ゴリゴリエベだから、うらやましいわ。でもさ、わかんないよね。なんかさ、色がさ、例えば、まあ、 普通に色が白くてもイエベなことあるし色がちょっとそんなに白すぎないっていう人でもブルベっていうのはあるしなんか黄身肌ブルベっていうのもあるらしいしなんかちょっと難しいですよねなんか黄色がかっ肌の色がちょっと黄色っぽいのにブルベっていうタイプもあるらしくてなんかリコが黄身肌ブルベらしいですよなんか本人が言ってました自分もブルベ でもブルベもゆうべも可愛いからもういいってか気にしなくていいそんなもういいいい,い,いもうピンクのリップ塗ろうみんなみんなピンクのリップ塗るんだよわかった手のひらの血管が青いと言えブルベ手のひらの血管 紫 <laughs> じゃあブルベかも好きなものを塗るんです好きなものを着る好きなものをするんですだから関係ないですからブルベイエベとかだってそんなさ今最近言ってるけどさ前までそんなブルベイエベ理論ってあんまなかったよねなんか最近になって出てきたじゃん「髪の毛ハート気付いてくれて嬉しい」 イエベの人はあの緑だって血管でもいいですからもうそれは <laughs> 私はピンクが好きですピーナッツクリームが好きなので塗ってきます <laughs> ピーナッツクリーム最近食べてないな 食べたたいいかかももパパンンにりえっ今スマホを見て目を疑いました21時54分あーどうしよう待って待って私にはそんなねまだ待ってほしいまだ待ってほしいんだけどうん え、待って私ロゼミューズ買いたかったのに絶対無理じゃったじゃんそっか8時からかあーアラームつけとけばよかったうんしょんぼりしょんぼりさんですなんか私今日話したちゃんとね私話してましたからなんか何もしてないんだけどまだ私 今日の服はこれはえー、っとイートミーさんです多分だ確か結構話せた <laughs> よかったじゃあいただくことになりましたごめんなさいね エグザルトの話さらっっっと終わっちゃったでも何かそんなもんな気がする <laughs> まあ e グザルトは初披露を楽しみに待っていてくれたら嬉しいですっていう感じですねあれはもうパフォーマンスを見ていた頂かないことには何も話は始まりませんからサイン会も告知画像あったら使うえそれありてえのかないいかも みんな告知画像を待ってるね可愛い美容室の見つけ方知りたい可愛い美容室うんでも私もそういうの苦手ででも今回はあのすぐ可愛い女の子がいっぱいいてるところを行き、ま、に行きましたインスタとかでなんか見つけるみたいですよみんな TikTok とか心待ちざる あたし出るのかハウスと組んでるのかどちらにしよう楽しみにしま、う楽しみにしててあと三分だやばいやばい待って待って本当に待って待ってごめんなさいみんなリミスタのサイン会来てくれる 私サイン会結構好きなんだよねみんな知らないかもしれないけど <laughs> 待ってるね申し込んだやった嬉しい <laughs> そうエミスタさんはこうみんなのコメントが見れるところも私的にはすごく好きなところなのでみんなも 書いてねコメントあと2分じゃあ女読みますわ13位カンありがとう12位涼紀ありがとう11位コウスケありがとう10位ヒマジンありがとう9位みくんありがとう8位ゆいちゃんありがとう7位まことありがとう6位もえぞありがとう5位ゆうありがとう4位 ももかのはるかちゃんありがとう3位りゅうありがとう2位すちゃんありがとうそして一位はじゅく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 ちゃんももかだけの会いないありがとうタワーもありがとねえやばい今来た <laughs> 燃えちゃうよもう考えに考えに行て白紙それは一番ダメですよもう好きですでもあのじゃあ分かんなくなったら好きですだけでも書きましょうね皆さん 待って待って。では皆さん。あと一分ですね。 私はあと一分でやりますからあのー、全力ですから <laughs> 何のあやばい十時になりましたおやすみなさいバイバイ皆さん